飛行第11戦隊は、大日本帝国陸軍の飛行戦隊の一つ。通称号は八千8311部隊、軍隊符号は11回。垂直尾翼に稲妻を模したマークを描いていたため、稲妻部隊の通称もあった。垂直尾翼に稲妻を描いた、飛行第11戦隊の四式戦闘機前進は1932年6月に、飛行第1、第3、 第4連隊から各1個中隊を抽出し、編成された、飛行第11大隊である。関東軍飛行隊霊下として、ハルビン、法天に駐留。7月6日には、独立飛行第10中隊を編入し、第4中隊とした。1933年、熱火作戦にて2個中隊が水中に派遣され、地上戦時下橋に従事。1935年12月、 関東軍飛行集団成立と同時に飛行台11、連隊に改変。ただし、4個中隊であることは変わらなかった。後、第12飛行団令下となる。1937年6月、関田市島事件にて、連隊主力が北安飛行場に前進するも、出動直前で、中止命令が発せられ、間もなく、停戦となる。9月末、第十六戦隊に代わって、 偵察1個中隊と第2中隊からなる臨時飛行隊が北市に派遣されるも、空戦の機会なく地上自家橋に終始。同年12月20日、ハルビンに帰還。1939年5月23日、第12飛行団への出動命令が下され、連隊本部及び第1、第3中隊が出動。29日には第4中隊もハイラルに派遣された。 6月19日夜に、第2飛行集団に再度派遣命令が下ると、23日、飛行団司令部と11戦隊、第2、第4中隊が再延所飛行場に前進、同日より戦闘に入る。1939年8月31日、春便にて戦隊と解消。翌日9月1日、第4中隊が指揮下を離れ、飛行第1戦隊第3中隊に改変される。 1942年4月8日、第一中隊などから部隊員の一部が抽出され、共同飛行第204戦隊が編成される。フィリピンの戦いで露格された飛行第11戦隊の4式戦闘機はアメリカに運ばれ、1946年4月2日から5月10日にかけてペンシルベニア州のミドルタウン航空兵団部で各国の戦闘機を比較する試験に用いられた。 ありがとうございます。